セレッソ大阪が完封負けを許し、ホーム鹿島戦はついに11連敗となった。通算5勝2分け5敗で7位から9位に後退した。後半22分に CK から鹿島に先制を許し、その直後に MF 上条さとき26の一発退場もあり、反撃の空気もしぼんだ。前日から雨が降り続き、ピッチは所々水が浮き、パスが止まってしまう状態。ハーフタイムにはスタッフにより、水をかき出す作業も行われたが、降り続く雨に効果は限定的だった。両軍とも主にロングボールを多用し、割り切って戦うしかなかった。9試合連続で先発した MF 香川真司34は、見ての通りで、サッカーにならなかった。セットプレーでやり合うしかなかったので結果、それで負けたということ、と振り返った。同時に、本拠地のピッチコンディションの悪さについては建設的な意見を述べた。背番号8は、クラブにも話したが、これだけ水が溜まると、やはり、僕たち選手もファン、サポーターも。別に大雨じゃないので、そこは改善してもらわないと、サッカーにならない、と伝えたという。リーグ戦で鹿島に最後にホームで勝ったのは10年5月5日、長井。当時はレヴィ・クルピ監督が指揮し、ドルトムントに移籍する直前の香川のゴールなどで2-1と競り勝った。だが、翌11年からこの日を含め、11戦全敗という負の歴史が続いてしまった。